でもさ、人を好きになるって何なんだろうね。泣いたり叫んだり苦しんだりわめいたり楽しいことばっかりじゃないもんね。それでもまた人は恋をするし、違う誰かを好きになるでしょ。恋をするとみんな変になるのかな。どうしたの、まゆ。変と恋なんか似てない？変と恋っていう字。何ですか先輩。変な恋こそ本物の愛かもしれんね。じゃ。千尋先輩、今頃天国で何してるんだろう。望遠鏡を覗きながら本物の恋を探してるんじゃない？タイプなんて当てにならない。君を好きになったから。追いかける恋がしたいのかな。君を好きになったから悩むぼやく私、友達が来てくるよ。なんで好きになったの、聞きたいです。君が吸ってる苦いもの、煙もくもくで嫌いだ。君が売ってる銀の玉、私はうつ気になりません。昨日私と笑ったね、今日は誰といるのかな。なのにどうして君への気持ちを伝えた。抑えきれなくなったから、後悔はしないと決めてた。胸が苦しくなっちゃうから、悩む叫ぶ私、答えは分かっていたよ。でも伝えることでなんか変わると思った。いつもめちゃくちゃ言うくせに冗談だって言われるんだ。
楽しいならそれでいい。いつも一緒にいてなんて私絶対